どうもこんにちは、しもじです。今回の話はですね、前回の続き、上手い人や苦手な先輩、チームメイトとプレーする時に力を発揮する方法の2つ目ということで、アカシックレコードとつながる方法です。アカシックレコードって何とかね、いきなりオカルトかよとかっていう人もね、いると思うんですけども、この方法はですね、異次元のプレーを引き出す一つの方法だと僕は思ってます。で、これをすると、まあ、僕はいつも毎回できるわけじゃないんですけども、まあ、以前に比べるとできるようになってきてて、そうするとやっぱり、ね、結果が明らかに変わってきます。そしてこれをしていくと、チーム内での人間関係とか、まあ、苦手な人とかいたとしても、パフォーマンスとかね、人脈作りとかがうまくなって、まあ、どんどんね、その自分の夢を、さらにその先の夢を叶えるための、結果がね、明らかに変わってきます。いきなり怪しいと思うんですけども、僕の周りの選手でうまくやってる人とか、まあ、そのプロになった人はみんなね、こういうことをやっていて、まあ、ぜひね、参考にしてほしいと思います。で、アカシックレコード何かっていうと、まあ、宇宙の図書館って言われていて、原子から全ての現象、想念、感情が記録されているという世界記憶の概念で、アーカーシャ、あるいはアストラル法に過去のあらゆる出来事の痕跡が永久に刻まれているという考えに基づいている、宇宙誕生以来の全ての存在についてあらゆる情報が蓄えられているという記録層を意味することが多い。その他にはですね、宇宙が始まってからのこの宇宙に起こった全ての出来事の記録、それと同時に人間一人一人の体験や感情、繰り返される前世から来世まで、ミクロからマクロまでのあらゆる物事の記録、記録が残されているところと言われています。いや、もう完全に怪しいですよね。まあ怪しいんですけど、結構ね、まあ、そういうの楽しいなと思って今話してます。これはですね、僕が好きなそのスピリチュアル系の世界とかでは有名な話で、僕はちょうどですね、サッカーでパラグアイ行った、南米行った時ぐらいからそのメンタル系のことをちょっと勉強し始めて、で8年前ぐらいですね、で YouTube その時上がってたのが、まあ、バシャールっていう人を知ってる人は知ってるかもしれないんですけども、彼はダリル・アンカという方で、宇宙人とチャネリングができることで有名らしいんですけども、まあただね、まあ宇宙人とチャネリングってなんだよって思うと思うし、まあ僕もその辺はちょっと、まあ見てて本当かよとかって思うこともあるんで、まあそこはね、どうでもいいんですけども、モチベーションがめちゃめちゃ上がる動画が多くて、その人のことが好きで僕見てたんですけども。で、彼が言うにはですね、まあワクワクしている状態にいるとき、まあそして何かに夢中になって自分が没頭している時が、まあ、チャネリングつながっている状態だというふうに言っています。まあ、これがですね、アカシックレコードにつながっている状態であり、そのワクワクしていることをやる、没頭するということが、まあ、つながる方法だというふうに言っています。で、その時にはですね、上からアイデアが降りてきたり、ふっと湧いてきたりということが起きて、で、それが証拠にそのアイデアというものは現実世界で生かすことができるということなんですね。で、今の科学で分かってきているのは、そういうアイディアとか情報、すべての物質、まあ、考えというものは、電磁波とか波の状態で存在していて、それを僕たちの脳の神経細胞というのは、まあ、電気信号でやり取りしているので、そういった波をですね、受信して、そしてアイディアにしているという感じらしいです。まあ、これもちょっとね、まだ、よくわかんないんですけども、まあ、とにかくそういうのがあるっぽいということです。まあ、サッカー界でバシャールとかアカシックレコードとか話したのは僕ぐらいだと思うんですけども、最近だと人気 YouTuber の直木マンさんが、まあ、詳しく解説しているので、ぜひね、見てほしいんですけど、下にリンク貼っておきますね。で、実は心理学的にもこれを、言っている人がいて、これはユングが提唱した集合的無意識と同じだと言われています。で、これは個人的無意識とは違って、人類の心に普遍的に備わっている、まあ、僕たちの人間の行動の根本にある理由も、ここが根源にあると、僕は思います。で、どういうことかというと、個人的無意識が僕たちの生まれたところから今までの蓄積された思考やそれに基づく行動パターン、習慣だとすると、集合的無意識っていうのは宇宙が始まって人類が誕生してから今までの人類に共通する行動理念とかパターンということなんですね。で、僕もいろんな国行ってきたんですが、確かに国が違えば文化が違うので、やり方とかね、方法や程度って違うんですけども、大きな感覚で捉えると、集合的無意識っていうのは、まあ、国は違ってもほとんどの人はやっぱり自分の子供だけじゃなくて、他のね、子供とか次の世代とか、家族とか周りの大事な人の幸せを祈って、生活してるんですね、日々。これは集合的無意識で、そしてそれをもとにね、僕たちの人生の行動を選択を行って
ていくようになると、僕たちの僕の経験からするとパフォーマンスはねかなり上がっていくんですね。そう、個人的無意識よりその集合的無意識につながっている状態の時っていうのはパフォーマンスが高いっていう感じです。でどういうことかというと、個人主義っていうのは、まあ、僕たちが生まれた時から今までっていうのはどっちかというと弱肉強食の世界、経済資本主義で勝ち残る、強いものが残っていく格差社会っていうかっていうね、その僕たちが生まれたから今まで刷り込まれたものが中心 でそこに従っていくと結構うまくいかないことが多いです。夢とか目標を立ててもそこを中心にこう自分だけこう なんかうまくなっていきたいとかってなるとあんまうまくいかないんですけど、でそういう場合で仮にうまくいってもその場の瞬間的にはうまくいっても、まあ、その精神的にこの幸せじゃなかったりで結局稼いだお金を全部、吐き出しちゃったりとかってなっちゃうんですね。でやっぱ潜在意識とかそういうセルフイメージとかでやってきて思うのは、最高のパフォーマンスを発揮するときっていうのは集合的無意識とつながっているときの方が多いです。そういうときっていうのは自分ももちろんその成功はするんだけど、やっぱりそのより多くの人が喜ぶような結果っていうのをね出せるパフォーマンスが出るんですね。で一般的に僕たちそのサッカー選手がプレーしているとゾーンに入るっていう感覚が結構あるんですけども、そういう時っていうのは、まあ、思考がなくなってですね、体が自動的に動いたり、まあ、思考はあるんだけども自分で考え出したアイデアっていうよりも上から降りてくる、ふっと湧いてくるような感覚、上から降りてきたり、まあ、なんかふっと湧いてくるような感覚で、僕もずっとこれ昔から何なのかなと思ってたんですけど、これがね集合的無意識とつながっている状態、そしてアカシックレコードにつながっている状態ということだと僕は思っています。でこの状態はですね、まあ、自己超越っていう感じだと思うんですけど、この状態になるときに、まあ、練習では一切したことがないようなプレーとかその判断がですね、アイデアがですね勝手に降りてくる感じになります。で身につけた練習で身につけたものではなくて、誰かに言われたものでもなくて、まあ、脳科学的に言うとこういうのは、まあ、潜在意識の創造的無意識と言われる部分が、クリエイティブにゴールを達成する方法を生み出したということになるんですけど、僕的にはですね、アカシックレコードから降りてきた情報を僕という受信機が読み取ってそれを表現しているという感じになります。何言ってんだお前って感じだと思うんですけども、まあ、ちょっとねこういう目に見えない系の話も好きなんで、まあ、ついてきてもらいたいなと思うんですけども、まあ、潜在意識では認識できない領域のチャンスや方法を僕たちのスーパーコンピューターである脳が無意識に目指し体を動かし自動的に結果を出すパフォーマンスを出しているっていうのが、まあ、科学的な感じかなとは思います。で実際にですね、この間の試合でね、ゴールを決めたんですけど、そのゴールは、まあ、PK の、味方が打った PK の、シュートがですね、まあ、キーパーに読まれてこぼれたところをセカンドボールを拾って決めたんですけども、チームメートがその PK を獲得した時にですね、僕はそのペナルティーエリアの右側にいたんです。右側にいて、でここでこぼれ球が来たら狙おうかなって思ってたんですけども、その時にふと、あ、左だわっていうのがなんか入ってきたんです。あ、左だと思って、で左にポジションを移して、でそこにまあこぼれ球が来たんですけども、まあそんなの偶然でしょうって思うと思うんですけど、僕がこれまでタイに来て、でその潜在意識がそういうのをやり始めて決めた50ゴール近いんですけど、その多くがまあこういう感覚の後にそこに動いてゴールを決めるっていうことなんですね。が多いんです。特に僕のゴール集を見てもらうと分かるんですけども、こぼれ球が多いんですね。そういう時は、あ、こっちだっていうのが、いつも、ね、入ってくるんですね。でそれってまあ説明つかないで何なのかなと思ってたんですけど、まあ、アカシックレコードなら合ってるなと思います。でシュートシーンが、ね、こちらです。で見ると分かるんですけど、まあ、明らかに自分だけ僕だけ動いて、まあ、ここに来るみたいな動きしてるんですけど、まあ、自分でも、ね、不思議でした。でまあ、アカシックレコードに関しては、まあ、これから細かいことはですね、僕も受け売りなので気になる方は、まあ、調べて自分で調べてほしいし、本当にもう信じるか信じないかはあなた次第でお願いしますということですね。僕はそういうのがあると経験的に思っています。はい、結局科学は後付けで、まだまだ世の中のこととか宇宙のことは解明されてないことばかりなので、目に見えることだけを追っていたらやっぱり詰まっちゃうし、何もね面白くないんですよね。で僕たちの人生も今これまでの生きてきた現実だけを見て、これからを決めてきたらですね、何もできないですよね。もう夢や目標を持つ意味がなくなっちゃうと思うんですね。でもちろんね、もともと夢や目標に何も意味もないんですけども、僕はねそっちの方が楽しいかなと思うし、そっちの方が好きだから、
でやってるんですけども、あなたもねサッカー選手になりたいってね別にねならなくてもいいんですよね、でもそっちの方が楽しそうじゃないですかやっぱり、僕もそう思ってずっとやってきたし、まあ、夢や目標を持ってやることで悩むこともあるし葛藤もあるんですけども、個人の意識でやってるっていうのはやっぱり奥の方にはその集合的な無意識に動かされてる感じってやっぱあるんですよね。夢を叶えていく、自分の限界を超えていくっていうことはやっぱり人類が遠い昔から、望んできた、そして宇宙のレコードにもそういうものが書き込まれていて、僕たちを通してそういうより良い世界を作っていくっていうことをなんかまあ僕はやってんのかな、まあなんか大きなものに動かされてるところもあるのかなっていうのを感じています。でまあそうやって考えるとなんかただサッカーやっていたのが壮大な感じになってね、テンション上がって、僕はやる気になるんで、まあそれでいいかなと思ってます。まあどうあれ何をどう信じるか信じないかは全てあなた次第だし、信じたものを行動したら結果がね出てきていくっていうのがやっぱ人生なので、あとはやっぱ好きか嫌いか楽しいかどうかやるかやらないかだと思います。だからね僕はねそのよりね繋がった感じでもっとね面白いプレー、楽しいプレー、自分の限界を超えていけるような、選手になっていきたいなと思っています。ぜひあなたもねそこにアクセスするような感じで、自分がプロサッカー選手になればどうしたらいいかっていうことがね そこにね答えがあるということなんでね、やってみてください。いやでもね下さんどうやってアクセスするのか教えてくれてないんですけど、ということでその、どうやってするかっていうのは次の動画今週中にアップしたいと思います、そこにアクセスできれば自分が何をすればいいかっていうのを自動的にはその道に進んでいくことができるし、目標や夢っていうのを達成することはどんどん簡単になっていきます。でもねその歴史を見ても人類史の偉人と呼ばれる人たちはね、その偉大な発明家とかっていうのはそのアカシックレコードにつながって意識を得ていたっていうふうに言われているし、まあ、アインシュタインとかね有名な預言者なんかもそうだらしいんですね。じゃあこれ、ね、サッカーに勝ったらねやっぱやばいなと思うんで、まあということで、まあ、その感じでねサッカーを裏側から捉えていきたい、まあ行きたいというか行ってね、まあ、どんどん楽しんでいきましょうということで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。